こんにちは、メンタリストのダイゴです。賢いシリーズへようこそ。猫たちと一生幸せに暮らせますように。ダイゴ、イケメンも美人も3日で飽きるという俗説、皆さんも一度は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか。しかし、人が外見的魅力にとても弱いということが様々な心理学者の実験によって明らかになっています。やっぱそうなんよね。今回はその実験の詳細と、イケメン好きの女性がかっこいい彼氏と付き合える方法の2本立てです。最初の実験の話から。アメリカの社会心理学者ユージン・マテスがデートを重ねていくうちに、外見よりも性格の方が大事になってくるのではという仮説を立てて、こんな実験をしました。複数の男女に組み合わせを変え、カップルになってもらい、週1回40分のデートを5回実施しました。そしてその度にデート相手の好感度を9点満点で測定したのです。1回目のデート後の好感度チェックでは、外見が魅力的な異性の好感度は 6.38 点、魅力的ではない異性の好感度は 6.34 点という結果に。その差はわずか 0.04。 マテスの仮説は本当かも。ところが2回目のデートでのスコアは 6.69 点に対して 6.04 点、3回目では 6.75 点に対して 5.88 点と変化し、4回目、5回目も美人とイケメンが好感度で優位に立つという結果になりました。アガミーン、トドのつまり、イケメンは何度あっても魅力的、かっこ美人も。なんと身も蓋もない実験結果。でも結果を結果として受け入れて、次にイケメンを恋人にする有効的なアプローチについて解説していきます。世の中にはすごく見た目がいいにもかかわらず、自己評価が低めの人たちが一定数います。中には背も高く涼しげなのに、学生時代に植え付けられたヒョロヒョロで気が弱そうというレッテルを剥がせず、外見にコンプレックスを持っているイケメンもいるのです。自己評価と外見に開きがある人は自信がないため、自分の理解者に心を開きやすい傾向があります。ではそのイケメンなのに自分をイケメンと思ってない人を見つけるには、その人の友達や付き合ってる仲間に注目。もう彼がいつも一緒にいる友達や仲間の見た目が普通だとチャンス。なぜなら日頃付き合う人たちは本人の鏡のようなものだからです。イケメンが普通面たちと遊んでいるのは、優越感を感じていたいのではなく、自分も同じくらいの容姿だと思っているから。人は一緒にいて安心できる相手と友情を育んでいくんです。周囲に埋もれている自己評価の低いイケメンがいないかどうか探してみて、いつ来るかわからない最高の出会いを待つより、今のベストをつかみに行きましょう。そういえば皆さん、今恋人はいますか？いないけど欲しいぜって人は、僕が監修しているマッチングアプリ Wiz を始めてみてください。あなたの性格から理想の恋人候補が見つかるはず。今見ている動画の右上ボタン、もしくは概要欄からアプリを今すぐインストールしちゃおう。素敵な恋人も短期集中型で見つけましょう。あ、そうだ、プロフィールはマメに書くんだよ、覚えておいてね。あ、それとこのシリーズは好評につき、これから定期的に配信することにしたよ。だから見逃すことがないように、ここからチャンネル登録してね。ポチッとね、ポチッと。待って。